大子町は、かつて、東京府北豊島郡に存在した町の一つ。1908年の調整施行によって誕生した。現在の東京都北区中部にあたる地域。1889年の市政町村制によって誕生した、前身である大子村についても合わせて記述する。それ以前の武蔵国に豊島郡大子村についても、本校で述べる。 現在の地名では、王子、王子本町、上十条、岸町、十条台、十条、中原、豊島、中十条、東十条、堀船に相当する。西部は、武蔵野大地の高台であり、東部は、荒川の氾濫源である。王子村は、荒川の岸にあることから古くは、岸村と言い,い、熊野権源のおこかみである、若市王子社が誕生されたことにより、 王子村と改められた。伝承によれば、平安時代末期、源頼朝が、欧州合戦の際に若い地王子社へ甲冑を収めたとされ、吉爪期によれば、源の義爪が王子板橋に陣を張ったとある。また、鎌倉時代後期の1322年にこの付近を支配していた豊島氏が誕生したともされる。いずれに背横の付近の地名は、王子十条。 飛鳥カ山、音無川など、木の国熊野に由来するものが多い。十条村は、元は、王子村のうちで、王子神社が誕生された際に名付けられたともされる。江戸時代に十条村上祖、下組となり、明治に入り上十条村、下十条村となった。豊島村は俗に本気に、武蔵国豊島駅とあるのがこれとされる。その名の通りかつては、 豊島郡の中心地であったと考えられている。堀の内村は、梶原堀の内村とも呼ばれていたが、和古くは単に、堀の内村といった。梶原景時の葬られた塚が作られて以降、この名がついたという。ただしこれは信憑性は低く、正しくは、梶原正影の塚などとする説がある。いずれの地も江戸時代には、岩淵良に属した。 1889年、王子村、豊島村、上十条村、下十条村、堀之内村及び、船方村の西半分が合併され王子村となった。東京府案では、王子村、豊島村、船方村を、本郷区に編入しようとしていたが、内務省に却下された。北豊島郡案では、王子村、豊島村、下十条村、堀之内村に、 滝野川村の東半分を合わせ、王子村としようとし、滝野川村古町の了承も得ており、上十条村は赤羽村に加えようとしていたが、こちらも却下された。これらのほか、東部に敷いた線が、上谷地区を経由する構想があった。他に、東京府非補助道十一条、離道九条あり。ありがとうございます。